ございます。2017年10月の4日かな、10月の4日、夜中の1時です。おはよう。筑前煮作ります。BF1CP753 筑前社、おはようございます。おはようございます。じゃあ筑前煮作ります。強弱さんさん、ワドツです。はい、ワドツ。ルシスアットマック BF1CP753 バーガーをプレゼントしました。じゃあ俺のんちゃん、俺さ、うん、洗い物まずやるから、うん、のんちゃん服係でいい？はい。服さ、あれがなくなったんだけど、布巾が、布巾ここにあったのになくなったんだけど、こん中に入っちゃった。なんで？わかんない。もう一個の使って、いいですか、リスナーさん。ちょ、料理枠嫌なんだよな、俺料理は嫌いな。のんちゃんコメントさばいてた。見える、うん、カメラの角度。エリさん、ワドドツアットの星、ワドツハート、ありがとう。またありがとう。ルシスアットマック TF1CP753 モンちゃん登場、うん、ルシスさん、ハートありがとう。モンちゃんを身体大丈夫？大丈夫です。ハートありがとう。今たくさんハートもらってるの？うん。及川直人さん、ありがとうございます。だね、ありがとうございます。置いていい？あ、いけない。あ、なんかいけない。じゃあ俺がやるよ。コメントやって。はい。グリグリってなっちゃう。うん。解説やってて。はい。今洗い物してます。ありがとうございます。何人見てる？今38。少な、やめない。え、意味なくね。38、うん、少な。まだ始めたばっかり。キットタンさん、ズサーさん、疲れ。キッドさん、お疲れ。カメラの角度とかどうなの？どういう風のがいいかな。もうちょっと上がいいかな。リスナー目線。リスナー目線。もうちょっと上。みーすけさん、祝前者いいね。
筑前煮やります。玄関麺さん、和どつです。玄関麺さん、いらっしゃい、和どつです。キットタンさん、お皿ロックオン、うん、この下味付けからやろうか。はい、鬼のうどんさん、ディロフィナーレ香川香川さんじゃないです。キットタンさん、へ、鶏肉、うん、鶏肉っていっぱい作ろう。うん、いっぱい作ろう。大きい鍋でいっぱい作ろう。うん。鶏肉いっぱい入れよう。竹尾さん、この前新宿駅でリアル高見過ぎたよ。ケンタンメンさん、風船をプレゼントしました。ケンタンメンさん、風船ありがとうございます。風船ありがとう。新宿駅でリアル高見過ぎたよ。えキットタンさん、人感センサー付きの蛇口、パン後付けで付けられるものもあるので気になったらこれで検索してみてください。手をかざすだけでお水が出たり止まったりします。手をかざすだけでお水が出たり止まったり、なんだろう、時間センサー、あ、時間センサー付きの蛇口か。時間センサー付きの蛇口、後付けできるものがあるんだって。すごい。時間センサー付きの蛇口が何なの。キット炭酸一缶センサー、あ、こうやって手を近づけると水がジャーって出る。
いやあれ俺大嫌いなんだけど。ダメなんだあれ。俺大嫌いあれ。殺意わけ。なんでお前の都合で蛇口を止めるんだよ。俺が金払ってんだよっていう。あれ殺意わかない？だって金払ってんの俺なんだよ。俺大嫌いだわ。はい、じゃあカメラこっちに。はい。なんで俺が金払ってんのによ。竹尾さん、和美ち女にモテモテだな。ねモテモテだよ俺は。モテモテだよ。じゃあ鶏肉と下ごしらえ。ボールでいい。大量に作ります。だしある。白だし、みりんと醤油、しょっぱい。白だし、で砂糖、はい、鶏肉10分間つけます。カメラが気になっちゃうから。そう。料理は集中してやりたい。鶏ももね。包丁ね。薄切りね、はい、OK、あとはお好みのサイズに切っていきます。コメントないね。見えてる？見えてたら手挙げて。みーすけさん、見えてる。けんたんめんさん、相変わらずのボム。強弱さんさんの、見えてる、ね、キットタンさん、バッチリ見えてますの愛。バッチリ見えてる。このくらいの大きさにね、僕は切ります。醤油のところにさっきつくタレにこれを漬け込んでいきます。はい。
下味つけるかつけないかでだいぶ変わるんだよね。次一切ない、ありがとう。あ、今日携帯配信だからね。あ、そうだ。ガリラロックさん、こんばんは。サメ島さんの配信見ましたか？見てないです。こんばんは。こんばんは。寝起きです。寝起きでご飯作ってます。朝ごはんです。朝ごはん、キットタンさん、サメ島さん電動ガン買ったらしいね。へえ。もう届いたんだ。もう届いたんだ、いいな。俺も買わないと、副隊長だからな。うん。うん、絶対うまい。はい、漬け込んでおきましょう。ちょっとね、作り置きするんで、男の、一人暮らしは。これもんで、ね。ガンガン作りましょう。鶏肉2枚だから相当な量だよ。ポポちゃん、星さん、それで唐揚げもいいね。唐揚げとはね、ちょっと味付けが違う。甘めにしてるし、ニンニクとね、醤油を入れてないから、これは、みりんと砂糖と醤油と本だし入ってます。だから味付け用が、味付けは筑前煮用の味付けだから、下ごしらえがね。ポポちゃん、星さん、知ってる、見てたから。唐揚げにするのはもう一回り大きくしてもいいかもしれないね。これくらいでもいいかもしれないけど、強弱さんさん、和道さん料理得意なんですか？料理得意っていうか、まあ、得意、料理が得意不得意の意味がよくわかんない。ちゃんと手洗ったか。普通に作ればいいじゃんっていうか。得意かどうか見ればわからない。あと、これを漬け込んで、これ10分間、のんちゃん10分タイマー測ってもらえる？はい。あ、超いい匂い。これはうまいぞ。はい、じゃあまず下ごしらえ、鶏肉を、つけておきます。10分間つけましょう。下ごしらえです。はい、次は人参でも切ろうかな。
輔さん、こんばんは。男の一人暮らしにしては調理器具多い方だよね。うん、何でもできます。こんばんは。こんばんは。人参2本だって飲んでた。ほら、ほんと足りないよ。じゃあ今度こんにゃく、あのこんにゃくください。みーすけさん、ハート花火をプレゼントしました。おー、ハート花火ありがとう。みーすけ、綺麗、ハート花火ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと少ないね。人参。白滝にしましょう。白滝はこれ水洗いだから最後でいいや。はい。ごぼう。ごぼう。暇人の集いさん、お W 一応乱切り風にして切断面積を多くしてるね。そうですね。あの乱切り風っていうか、まあまあ男の料理だから適当にやってるだけだけど、切断面が多いと味が染み込みやすいんで、煮物の時はそうっすね、基本っすね。うん、乱切りって言ってもそんなあれだよ、職人さんみたいに綺麗にやってないよ。みーすけさん、愛情たっぷりの筑前社のちゃんたらふく食べるんやで。つぶさん、料理男子モテるね。暇人のつぶさん、まあから基本だね。料理やってる人からしたら普通、普通だよ。料理男子モテるっつうか、俺別に17の頃から一人暮らしずっとやってたから、なんかモテるためとかじゃなくて食うためにやってたの。だってこんなの煮るだけだからね。エリさん、子供の頃は筑前煮とか嫌だったけど、大人になったら食べたくなる。暇人の集いさん、ごぼうも回しながら乱切りにするのかと思ったら、ごぼうは乱切りじゃないですね。あの食感が硬いんで、あの薄く切ります。もうちょい縦細くしてもよ、縦長くしてもよかったり、あとボール、水のボールやってこうスライスするっていうやり方もあんのね。だからあの具材によって煮込む時間とかが違うから、あの要は食感、火を通す時間が長いものとか、こういうものは薄く。暇人の集いさん、けさ切り。けさ切りじゃないよ。あ、今言ったのはけさ切りっていうやり方ね。それは別に普通にあのなんだ、あの普通切り。さん、ごぼうってアク出なかったけ？アク出るよ。水につけとくか。さすが、正解です。水につけときます。
正解です。暇人の集いさん、水にさらしてアク抜き。はい、この後やろうと思ったんだけど、正解です、アク抜きです。はい、アク抜いてます。そのごぼうは立派だ。ん？そのもの？そのごぼう、でかいね。太いだ。太い。田舎の方の野菜とかうまいんだよな、取れたてだから。全然、成田の野菜うまかったもん。スーパーの野菜でも全然鮮度が違うの。ほら。あとなんつうんだっけ、お金払って勝手に買ってってくださいみたいなやつ。暇人の集いさん、押してきてるから洋食屋っぽい。あ、俺洋食屋上がりだね。そうそう、だからそう、押してきるんだよね。今の水にさらして肌目よ。だから俺は洋食屋さんで最初に仕込まれたから。暇人の集いさん、そうなのかもしれない。よくわかったね。え、日本は引くの？日本和食は引くの？俺はこう教わったよね。だから癖になってるね。暇人の集いさん、和食は引く。あ、そうなんだ。じゃあ俺洋食屋さんで覚えたからだ。そうなんですよ。シェフにはこう教わったんですね。川田ホテルさん、サムネはサイババガリラオックさん、押す方がやりやすい気がする。つびさん、シェフの帽子似合いそう。小愛さん、なるほどね。暇人の集いさん、刺身とか押し切りだと身が崩れる。あ、刺身は引く、さすがに。竹尾さん、和食は世界一。食は美味しいよね。ガリラロップさん、和食深いな。あと何分ぐらい？下ごしらえの肉は。あと1分ぐらい。あと1分ぐらい。いい。水。ガリラロックさん、ごぼう薄く切るタイプなんですね。アク出てきましたね。玄関麺さん、料理配信いいですね。ありがとうございます。今度白滝かな。あ、白滝だけじゃない、椎茸もやっぱ水で戻さないと。ガリラロックさん、飯テロ。椎茸は先に。小愛さん、和道の新たな一面だな。玄関麺さん、風船をプレゼントしました。お椀は、お椀、お椀にしようか。椎茸戻します。椎茸俺戻すの使ったことないんだけどさ、これ水に入れときゃいいだけなの。みんな水に戻せばいいだけ。暇人の集いさん、椎茸戻した汁で出汁にするんでしょ。いや、わかんない、俺こういうタイプ使ったことないから。久しぶりです。赤い簡単譜、まだ仕事中だから戻ってみてます。ナブラ、ガリラロックさん、そうだよ。暇人の集いさん、そうだよ。30分ぐらい。335さん、料理なんてどうだっていい、途中の過程なんて最終的にどうかだよ。強弱さんさん、あ、花火ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりっつが誰だかわかんないけど、匿名さんだから、ありがとうね。花火
の集いさ、それ水につけておいて戻った昼捨てないで夏にするといいよ。これ水に戻します。で、今度白滝ください。行方不明にはなりません。あなたに渡しました。コライさん、料理は段取りで決まると言うからね。料理は段取りと下ごしらえだね。段取りはまあゆっくりできるけど、下ごしらえは料理が愛情って言われるゆえんだと思うけど、俺は全部料理は下ごしらえと手間暇かけるかだと思ってる。こんにゃくじゃないんですか。俺は白滝にした。こんにゃくでもよかったんだけど、味が染み込みやすいから。白滝でも全然ありだと思うよ。暇人の集いさん、段取り8、調理に。段取りつうか俺はいつも言ってるけど、下ごしらえだと思ってる。はい、ガリラロックさん、愛情獣。暇人の集いさん、そして愛情強弱さんさん、おばあさん家で食べる筑前茶は最高。ガリラロックさん、結構2人前にしては多いですね。あ、作り置きですね。あの、これでも分量人参1本だし。暇人の集いさん、白滝に3回切った。うん、白滝何 2,3 回切った、切った切った。よし、じゃあ行けますか。鍋の方をご覧ください、皆さん。 OK、カメラ OK。 港友達ときちゃんさん、初見です。ガリラロックさん、活によくな。コライさん、なかなかやりますな。 W ガリラロックさん、圧力鍋。圧力鍋なんか使わなくても煮込めるよ。まずごま油ね。みな友達ときちゃんさん、すごい大手ですね。こあいさん、調味料もあるんや。へえ、ふうたろすさん、それすき焼き鍋。すき焼き鍋だね。暇人の集いさん、ごま先に入れるんだ、風味飛ばない。みな友達ときちゃんさん、180人来てます。はい、鶏肉に火通します。鶏肉に火通します。ガリラロックさん、だわらわらわら。 NA さん、里芋入ってる？里芋入れない。関東の人は入れないよ。筑前煮に里芋なんか入れねえよ、バカ。おい。N A さん、わらわらわら。ニースケさん、私入れるわー。K
ケンタンメンさん、チャンマンワラ、コアイさん、前その話題して、タネ、ハズミチも見て、パンダナ、ほら化粧品さん、もうのいいな、料理に入らん、はい、人参も炒めます。あー、美味しそう。人参とごぼうもいきます。いい匂いさん、いい匂い漂ってきそう。いい匂いしてきた。でしょ。ガリラオックさん、調理時間はどれくらいかかりますか。調理時間はどれくらい、煮込むから。煮込むよ。エビさん、男料理いいのは、ごぼうは食感を俺倒してみたいから、そんな柔らかくしないかな、友達ときちゃんさん、下手な炊飯器かけて大手のこの枠と解きます。竹尾さん、新宿で見たリアルはどうでかかった、ね、岡潤さん、この手つきは普段料理しますね。はい、みりん、甘めに煮込みます。軽く怖いさん、使い切った。みな友達ときちゃんさん、米の流れが早いです。おー、美味しそう。のんちゃん、6分タイマー。ガリラロックさん、筑前車こうやって作るんだ。いやー、人によって全然違うよ。ていうかね、ぶっちゃけた話言うね、あのね、めんつゆで煮込むだけでうまい。下ごしらえとかしなくて、めんつゆで煮込むだけでうまいです。だから、男の人はね、めんつゆでも煮込んじゃってください。どうやってもうまくなります。ガリラロックさん、めんつゆ、目から鱗。いや、もうめんつゆ、要は材料これで、めんつゆでストレートに煮込むだけでうまいですよ。時々聞こえるのんちゃんの声かわいい。のんちゃんの声かわいい。おんみつさん、おいしそうなボルシチですね。W335 さん、マニュアル鶏。あおいさん、肉じゃがもめんつゆ。肉じゃがもめんつゆだよ。何でもうまくなりますよ。岡潤さん、めんつゆは無敵。めんつゆは無敵です。ゆうかおにぎりさん、筆がなぜ箸立てに。けんたんめんさん、そうなんだよ、こういうのやめてほしいんだよ。のんちゃん、これダメだよ。ごめんなさい、のんちゃん。これはガリラロックさん、台所は食べ物を司るところだから。ゆうかおにぎりさん、余計なこと言ってごめんなさい。怒られました、ね、葵さん、www、 えりさん、絵描きさん、葵さん、のんちゃんたら、こあいさん、のんちゃんだったのか。竹尾さん、めんつゆの使い方に万能な能書き書いてある。書いてあるよね。おんみつさん、水回りに筆は絵を描く人あるあるだ。
ガリラオックさん完全に菜箸だと思ってたわらわらわらのんちゃんにどんどん占拠されてるから、うん、メロンパン食べたい。はい、半分食べる。あ、タケノコ忘れてた。あ、タケノコ忘れてた。そうだ、タケノコ、タケノコ、のんちゃん、タケノコ入れんの忘れてた。間に合うか。メロンパンじゃ後回しだ。柔らかいタケノコだから。タケノコ入れます。あのね、俺はメンマ入れるんですよ。メンマ、あのシナチクってやつね。だけどシナチクが売ってなかったんで有機タケノコに変えました。よかった、間に合った。あれあれだね、料理あるあるだね。黒丸丸さん、こんにゃくは？こんにゃくは白滝。一番火が通りづらいものが最後に。葵さん、メロンパンは後回しだ。玄関麺さん、セーフ。ガリラロックさん、メンマ珍しいですね。メンマ入れますね、うちは。ばあちゃんが沖縄だったからだろうね、多分影響が。あのシナチクって言ってメンマをよく使ってました、ばあちゃんは。うん、うまいよ。どうやって切ろうかな。アタルさん、どんどん稼げなくなって焦ってますか？ミースケさん、水煮だよね。水煮です。メンマがなかったから黒丸丸さん、何かの代用です。ガリラオックさん、椎茸は今水で戻してるよ。まだ完成してないのに腹減ってきた。椎茸は干し椎茸。335さん、俗に言う筑前煮ですか？筑前煮です。これタケノコのチョークの粉は大丈夫なの？大丈夫です。これ食えるやつだっけ、うん、軽く洗っとけばいい。これぶち込みようぜ、うん、それはなんかね、体にいい成分らしい。大丈夫なの、うん、ガリラロックさん、タケノコもアク大丈夫ですか？アク抜くんだ。食べたばかりだからいいけど、空腹時にはテロに近い映像だね。 W この時間はちょっとお腹が小腹が空く時間ね。あ、うまそうだね。うん、いいね。あ、やばい、これ絶対うまいじゃん。じゃあこれ戻したやつ使えるのかな、出汁で。うん。使える？うん、使える。このままいっちゃうよ。うん、竹尾さん、程よい食感がいいね。エリさん、さっき焼肉食べてきてよかった。お腹空いてたら大変な絵だわあ、これはうまい。椎茸はでかくなった。あ、まあ具材ちょうどよかったかもね、うん、鶏肉たっぷりで。ガリラロックさん、ここまで100点。おー、100点だ、やった。玄関麺さん、うまそうね、うん、はい。あと何分ってなってるんですか？竹尾さん、ご飯は大盛りですか？3秒。もう3分煮込もうか。ゆきさん、のんちゃん、かずみちさん、こんばんは。ガリラロックさん、のんちゃんのサポートもさすが。あー、これはやばい。出汁の時点でうまいもん。うまい。これはうまい。これで醤油とね、調味料を整えたら終わり。煮込んで、これはうまい。椎茸良かったね、入れてね、うん、あのやっぱり味が風味が変わるね。マッシュポテトさん、ごぼうが落ちてる。あ、ごぼうだ。あ、ごめん、ごぼう。オンミツさん、鍋が浅いからやりづらそうだね。ダチュン黄色いハート、
さん、具材同士がこんにちはしてないから、のち3分なぶら。黒丸丸さん、すごい。ガリラオックさん、歯磨きいてしまったのに、ドクターペッパーさん、もんちゃん最近お顔のメンテしてないの？調味料はね、いいの使いますね。ガリラオックさん、醤油ってどのタイミングで入れるんですか？醤油は最後ですよ。こっから、今具材を煮込んでて、最後に煮込むんで、味付けをするんで、そっから1時間半ぐらいずっと放置です。料理下手な特徴、人の特徴で味見しないっていうのがある。めんつゆ取って。はい。おっとっとちょちょちょ。前のが結構守ってる。ガリラオックさん、すごいな、独学で学んだんですか？いやいや、一人暮らしも17からやってるから、だいたい勘で作ってるけど。タチュン黄色いハートさん、調味料はちょっと高いやつ買えば美味しくなるね、音符。そうだよね。調味料は安いの買ったらダメだよ、みんな。あと10分。のんちゃん来て。みーすけさん、煮込み終わったら鍋ごと氷水で冷やすと味が染み込むよね。ガリラオックさん、どうですか？うわ、おいしい。もうこれでいい。これでいい、うん、じゃあこれでいくよ。うますぎ。うますぎ、うん、はい。のんちゃん、これうまいでしょ。完璧完璧。はい。エリさん、完成まで眠気で勝てません。お先におやすみなさい。おやすみ。ご飯がもりもり食べられる。そうだね。ちょっと濃いめだね。じゃあ、白滝入れます。ダチュン黄色いハート、300点のノーズ星パチパチ。はい。じゃあ皆さん、これは放置しておきましょう。ゆきさん、風船をプレゼントしました。はい、みんなありがとうね、見てくれて。家庭料理、まあこういうのね、タッパーに入れといたら冷蔵庫にね、金太郎さん食えるんで、入れておけばおかず一品増えるだけで全然いいっすよ。普通にコンビニ弁当プラス筑前煮でもいいじゃないですか、小鉢で。全然ありだと思いますよ。はい、じゃあ珍しくクッキング枠でした。これはあと10分弱火で煮込んで、あと1時間放置です。それで味染み込むんで。一度冷やすと味が染み込む。その通りです。その通りです。だからこれを10分間煮込んで、あと1時間半放置です。はい。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。筑前煮枠でした。はい。じゃあみんなお疲れ。335さん、山佐醤油とひげた醤油悩みます。後が変わってきますから。お疲れちゃん。ケンタンメンさん、お疲れ様です。ミリカさん、おいしそう。リクエストが多かった料理枠でした。のんちゃんでした。のんちゃん映って、お疲れ。マッシュポ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。